結婚相手は一番好きな人ではなく二番目に好きな人を選んだ方がいいと下り側で口にする者がいるそうだが、付き合ってる相手が人生で二番目に好きかどうかなんて分かる人がいるんだろうか。でも一つだけ確かなことがある。人生で一番好きな相手は失おうとするまさにその瞬間にこの人だったと気づくのである。なんでもっと積極的にいかねえんだ。後悔するなよ。いつも明日が来ると思ったら痛い目に遭うぞ。明日やろうはバカ野郎だ。お前は何度同じ失敗すれば気が済むんだ。なんでタイミングやきっかけに頼ろうとすんだよ。この信号が変わったら告白しよう。この車が通り過ぎたら言おう。二人きりになったら気持ちを伝えよう。こんな小さなことにこだわってるから大きな幸せがつかめないんだよ。物事には全て理由がある。俺とこうして出会ったこともお前が激しく後悔したっていう理由がある。本質から目をそらしてはいくら過去に戻ったところで何も変わらないということ。起死回生の逆転ホームランは誰にだって打てるわけじゃない。当たり前の話だが、ホームランを打てるだけの実力がなければいけない。それともう一つ重要なことがある。それは逆転の場面で打席に立っているかどうかだ。幸運なことに試合が延長になってもう一度お前に打席が回ってきた。でもこの前の写真で僕は完全燃焼しました。もうやり残したことありません。ないなら探せ。探す？奇跡の扉を探し続けるんだよ。どうしても運命を変えたい、そう願い続けることでしか奇跡の扉は開かないようにできてる。奇跡の扉を開ける鍵はお前の心の中にしかないんだよ。お前はそれに気づいてないだけだ。ダメで元々っていい言葉だとは思わないか。そうっすかね。周りを見てみろよ。ダメ元でやってることがことごとくダメだったら人生やってらんないけど、そうじゃないだろう。ダメ元がたまに成功しちゃうから人生面白いんだよ。失敗しても当たり前、成功したら男前。